ここだけ男キャラから母乳が出るようになった SV。 バトルが強ければ強いほど美味しい母乳が出る。お、オイラのそんなとこ舐めないでくれ。美味しくないぜ。鬼様求めていたものが母乳かよ。一番母乳が美味しいし、あのにみんな群がっちゃうね。留学生の方が美味しいからセーフ。素振りの置かれるまで吸い取れ。自分では美味しくない波ぐらいだと思っているけど、実はアカデミーでも上位の美味さを誇るペパー。自分で調理して美味しいグラタンなどにアレンジできることもあり、食べやすいと好評を博している。比べる先生もかなりうまい方なはず。元チャンピオンのカシスミルクイミシン。じゃあスター団の中ではオルくんのが一番美味しいってことなんですか。いいもの食べてそうだから甘くてコクがあるんだろうな。面倒なことにウバも兼任なんです。一番美味しい母乳が出るのがショタなのはどうかと思う。ごめん、よく読んでなかった。 SV の男キャラ限定なのな。ハルトが来る前でパルデアで一番美味しいのは八作さんか。八作先生、頑張ったご褒美に先生の母乳飲ませてください。腸から出るんですか。上以外で出す場所どこだよ。人によって苦戦度が変わる。ブルベ四天王はカキツバタ派と赤松派で分かれそうだな。けど赤松くんが辛さをマイルドにするためにと気遣ってその場で母乳添加してくれたら嬉しいだろ。ショタで一番美味しくないのはオルティガくんだけど、スター団内だと一番美味しいんだよな。レベル高いな。北上鬼面衆、お面をつけて母乳が出る珍集団。ペパーハイダイ赤松が自分の母乳に磨きをかけるためにポケモン勝負頑張ってたらどうする。ハルトは絶品だけど量取れなさそう。八作先生はたくさん出そう。涙くらいの量出してくれそう感ある。強くなった素振りのあの格好ってまさか母乳出しやすいように薄着に。手突っ込みやすくて良いよね。何で素振りが母乳を出す必要があるんだよ。ここまでサワロ先生が出てないとか正気か。だってサワロ先生普通に母乳出すじゃん。出すよね。カキツバタ母乳なんか薄そうだし量少なそう。後編ではその威圧感ゆえに近づかれなかったが、番外編後は母乳目当てに追い回される素振りくんが見れそう。なんなら謝罪アンラの時に飲まれてそうではある。番外編後の素振りはモブたちにめちゃくちゃ恐れられてるらしいから、まだネームド間でしか飲まれてないかもしれない。哺乳瓶に絞ってフリーミルクとして部室の机にでも置いておけば、まず絶品ミルクの味から知ってもらえるかもしれん。まずいだけでその辺のトレーナーオスも母乳出るのか。ネモがハルトを気にかけてた理由って、美味しい母乳が飲みたかったから。この世界観なら母乳が美味しい強いってことだから気にしそうな感じもする。誰に振る舞うの。手持ちとか女性陣に。バトルに勝ったら飲ませてもらえるのでは。哺乳類の手持ちがいるトレーナーは振る舞うんじゃない。うまいミルクは強さの証明だから、いろんな人に飲んでうまいって言ってもらった方がいいんだよ。適当。小野高さんが美味しい母乳オスを復興させようとしてる人になっちゃう。ネモやボタンも見出してるから。震え声。パルデア印のミルクを名産にしようと考えてる。小野高農場の朝は早い。チチチチが溢れてスーツビタビタになってる青木さんはちょっと見てみたい。600族使うから合計種族値的にパルデア最強の八作先生とか一体どうなってしまうんだ。ガラル粒子じゃなくてテラスタルエネルギーも含まれてそう。男キャラとしか言ってないから、オスポケからも出るんですよね。ところで AI 普通にも母乳が出る機能が備わってるんですかね。出るとしたらうまくもまずくもないって感じになりそうだが、バトルの実力は主人公除いたらトップだろうし絶品じゃないかな。